はい、今回は膝への負担が少ない歩き方について、解説していきたいと思います。ポイントは上下動、上下動をできるだけ少なくするというのがポイントになります。上下動が大きい歩き方というのは体重をグッとかけますよね。かけて重心がその足に乗ってきた時にぐーっと伸び上がる、そういう歩き方ですね。ちょっと一連の流れでやっていきますよ。ぐーっと体重をかけて伸び上がる、体重をかけて伸び上がる。今すごく極端な例を行ってますけれども、膝を伸ばそう伸ばそうとする意識が、こういう動きにつながりやすくなります。もう一つはこの蹴り上げですね。前に行こうとすることによって床をぐんと蹴って、移動する動き、これを強めようとすることによって上下動が大きくなってしまいます。そういった蹴り上げもしくは膝の伸ばしというものを、できるだけ少なくして自然と重心の位置を、高さですね、重心の高さを変えないように歩くようにしていただくと、膝への負担がかなり減っていきますので、上下動をできるだけ頭の位置を変えないようにするというのをポイントにしてね、ちょっとずつちょっとずつ、意識していただきたいなと思います。今回は以上です。